帰れませんか。徳兵さん、前で作ってください。はい、お願いいたします。野崎さん、前の札。お願いします。相手から。どうぞ。まあ、前の札。お願いします。それでは帝国若干前でございますけれども、お揃いでございますので、ただいまから御神楽の神事を執り行います。奥山宮司、よろしくお願いいたします。それではこれより平成26年御用山宇賀神社例祭を執り行わせていただきます。主罰。これよりお祓いの言葉、祓い言葉を奏上いたします。祓い言葉奏上中はしばしの間頭を下げください。幕もかきこきだなぎのおかん牛のひむかの立ち花のおどのあはぎから急ぎ払えたまいし時になりませる。払えどのおかみたち、もろもろのまがことを積み汚れあらんおば、払えたまえ清めたまえと申すことをきこしめせ。かしこみかしこみもまうす。お直りください。お祓いをいたします。頭をお下げください。お直りください。
ご神前に向かい、宮司に合わせられまして、ご一礼をお願いいたします。天泉
これより宮司大前に祝詞を奏上いたします。祝詞奏上中はしばしの間頭をお下げください。
宮司玉串法典。参列者玉串法典、これより皆様に玉串をあげてご拝礼をいただきます。お願いいたします。岡倉実行委員会委員長佐藤隆英殿。岡倉実行委員会副委員長鈴木健介殿。同じく副委員長伊藤義孝殿。大船渡市議会副議長伊藤直人殿。彦市地区公民館館長藤原重信殿。田子地域行政連絡員伊藤武史殿。大船渡市消防団第9分団第2部長新沼武弘殿。多幸生産森林組合並びに消防公園会長佐藤保殿。厚生長寿会会長佐藤信夫殿。彦市町野菜生産部会部会長伊藤育夫殿。一般代表安見翔一殿。一緒にご礼拝をお願いいたします。
以上でございます。以上で平成26年御養山宇賀神社例祭滞りなく申し納めさせていただきます。以上で神事を終わります。大変ありがとうございました。神前に備えられましたあの伊藤長生さんが挙げた花でございますが、この紫陽花が最在と備えられております。それがまたこの似合うようなご天候の中でございますが、ただいまから第400何回目になると思いますが、多幸岡倉を開催申し上げます。よろしくお願いいたします。それではあの実行委員会を代表いたしまして、佐藤隆英委員長から挨拶を申し上げます。実行委員会を代表しまして一言申し上げたいと思いますが、例年のように本席には実は別当の橋目君がおられたはずですから、お亡くなりになりまして、お見えにならないというのが実に寂しいものがございます。しかし宮司の皆様方にはお忙しいところをおいでいただき、そしてまた鈴木平八郎先生が来賓を代表するように一人おいでいただきました。このように、例年通り開催することができますことを喜び会いたいと思います。宮司さんのお話を伺いますと、他校の人たちは神楽の見方をよく知っていると、そのポイントポイントの踊り、手足の動き、あるいは言葉の端々まで、よく知っているので踊りがいがあるという、ありがたいお言葉をいただきました。どうか最後の演目まで精一杯踊っていただきまして、この梅雨空を晴らしていただきたいものだと思います。最後になりますが、雨の中準備いただきました4班そしてまた3班の皆さん、本当にご苦労様でございました。なお神社へ参拝された方はお気づきのことかと思いますが、神社の正面の階段にはステンレスの手すりが設けられております。でこれはあの石屋の逸次さんのご厚意による寄贈をいただいたものでございまして、心から御礼を申し上げたいと思っております。なお今席には岩手県の文化財の保護審議委員をされて、現在は大阪にあります大手文学院大学で、教鞭とっておられます橋本先生がおいでいただきました。で、郷土芸能を担当されているそうですが、この岡村はその郷土芸能というものには入ってないそうでして、獅子踊り、天元様とか、あるいは券売などとは趣の異なった神事でありますが、ぜひその他校の岡村を見て
また味わって研究したいという熱意でお入りになっております。あの橋本先生、ちょっとお立ちいただけますか。はい、ご出身は大阪なさんですが、どうかよろしくお願いしたいと思いますし、最後までごゆっくり、はい、ご覧いただきたいと思います。またお隣の女性は一ノ関教育委員会で、やはりこう芸能担当でございます、東元子さんでございます。このカグナの舞台を見てお二人はびっくりしておられました。その舞台にふさわしい踊りが展開されますので、ぜひ最後まで、お話をいただきたいと思います。それではじっくりと今日はこのおかぐらを始めた先祖の方々に感謝し、また我々も、いい形で次の世代の人たちに受け継いでいきたいと思っておりますので、有意義な時間でありますように願って挨拶をいたします。ありがとうございました。それでは次にお祝いの言葉をいただきたいと思います。彦根地区公民館館長藤原重信様代理で出席いただいてございます鈴木平八郎様に一言ご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。ということで、藤原館長はですね、障害があって出席できないと、私にお見事をごちそうになってくれと、こういうことで私が代理でまいりました。実は先ほど開会の言葉で400何回という数字が出てまいりましたが、私も昔の、紐解いてみましたら、いずれ、400年近いんですね。390年をすでに超えております。素晴らしいその伝承だと思っています。国語法上家内安全、さまざまな願いを込めてですね、休まずにここまで継承したこと、本当にこれは県内でも類を見ないのかなと、そのように思っております。大変素晴らしいことでございます。先ほど実行委員長の佐藤先生、獣医先生から話がありましたように、これからも皆さんで、大事にしながら継承してもらって、受け継いでいただければ大変、彦根市の住民として大変嬉しく思います。一言付き加えますと、私の実家は海なし市でございまして、私が70年ぐらい前に、おふくろの手に引かれてこの神楽屋に来るのが、でご馳走いただくのがですね、大変楽しみにした思いであります。本日は誠におめでとうございました。大変ありがとうございました。それでは早速でございますけれども、乾杯に入りたいと思いますが、乾杯のお発声はですね、小原都市議会の副議長であります伊藤直人副議長にお発声をお願いをいたしたいと思います。よろしいですか。それではご指名でございますので、本堂を取らさせていただきます。本日はお足元の悪い中ご参加をいただきまして本当にありがとうございます。そしてまた本日の御神楽の開催にあたりまして、ご尽力を賜りました関係者の皆様には本当に感謝を申し上げる次第でございます。最近は梅雨の長雨でございまして、本日もあいにくの雨となっておりますが、例年この田甲のお神楽が来れば梅雨も吹っ飛んでしまうと、いなくなってしまうというような言い伝えがございます。本日も神官様には梅雨を吹き飛ばすような素晴らしい神楽の舞を舞っていただきまして、どうかこの梅雨が早くいなくなるようにお願いをしたいと思います。それでは今年のこの地域の豊年満作と
そしてまた皆様方のご多幸とご健勝をご祈念申し上げまして乾杯といたします。乾杯。はい、大変ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次に宮司さんのご紹介をですね、岡山宮司さんの方からお願いをいたしたいと思います。はい、皆さん本日はどうもおめでとうございます。先ほど、神事の方は無事務めさせていただきました。で今日は来ている神職の方々を紹介したいと思います。じゃあ手前の方から行きますので、うちの息子の友幸と言いますので、今市役所の方に勤めて、その隣がウキライの堀江の斉藤さんでございます。でその隣がウキライの新山神社の宮司の笠井さんでございます。隣が氷川の天照仁親神社のネギの稲沢さんでございます。その隣が松崎 の細田の方の熊野神社の宮司の宮崎さんでございます。今日の東海新報にも載っておりますけど、細田の郵便局の局長さんでございます。でその隣が、今回このタコが初めてでありますけども、横田の熊野神社の宮司の近藤さんでございます。でこのように今後継者養成ということが大事ですので、今日もうちの息子とか、あとは近藤さんとか、そういう若手の方々も、まだ研修中でありますけども、いずれそういうことで今後、そういう形で伝えていきたいと思います。でまた先ほどは五穀豊穣豊年満作ということと、家内安全その他もろもろの皆さんの願い事の成就をお願いしたわけであります。で特に各地区にお願いしたのは、先ほどありましたように、別当の鈴木さんが亡くなりまして、その代わりに上田港の方からなんとか総代さんの方をお願いをしたいと、神社の方からはそういうことはお願いであります。そういうことでこれからも一つ皆様方にはお世話になりますので、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。はい、大変ありがとうございました。それでは時間の許す限りですね、ご観覧をいただきたいと思います。宮司さん方には飲んだり食べたりきっちりやっていただきたいと、このように思います。よろしくお願いいたします。